番乗りはユイト班だな。やったね、ユイト。ああ、でも…なんか、変な音がしないか。ユイト、ナイスだ。近くに怪異の反応がある。いや、待て。こいつは重大怪異だ。隊長、すぐに目的地点に重大怪異出現。重大怪異って、過去に海抜群を殺してる怪異よね。隊長、他の班がたどり着くにはもう数分かかる。神兵には厳しい相手だが、持ちこたえろ。来るぞ、ユイト、花火。やるしかないな。行くぞ、花火。オーケー、やろう、ユイト。
よろしく。巻き込まれたくなけりゃ離れてろ。怪を倒すことができてほっとしました。初陣での初金星、手応えを感じたんじゃありませんか？自分ではうまくお答えできないので隊長にお願いします。セプテントリオン君7頭の瀬戸鳴神隊員ですね。いかがでしたか、スメラギ超党兵の戦いぶりは？ユイとも花火も見事な戦いぶりでしたよ。スメラギ上等兵が大義のもとに配属されたのは、やはり上層部もスメラギ上等兵を高く評価しているからですか？さあ、そのあたりは上の方に聞いてみてください。みんな、祈祷するぞ。周防に戻るまでが任務だからな、気を抜くなよ。了解。カラスどもはいないか。やれやれ、どうやら今年の狙いはユイトみたいだな。今年の狙いって何ですか？スター候補だよ。毎年新入隊員の中の目立つやつがカラスにつけ回されるんだ。これから大変だぞ。しばらく続くんですか？困ったな。注目度高いならいいじゃん。もしかしたら取材とかバンバン来るかもよ。嵐さんみたいに広報誌の表紙になったりあるかもな。あいつらしつこいから。ユイト、いろいろと面倒なことになるかもしれないが、真面目に応対しないで適当にいなすんだぞ。はい、できるだけうまく立ち回ります。来る。とつぐみちゃんがカラスを見つけたみたいよ。よし、それじゃあ手短に。これで今回の任務は終わりだ。今後は上から直接命令が送信されてくる。出撃命令に拒否権はない。所定の時刻に所定の場所へ向かい命令を遂行しろ。討伐任務と実地訓練は自由参加だ。とはいえあまりサボるなよ。カラス、もうすぐそこまで来てますね。ジャミングかけてますが時間の問題です。他にわからないことは渡るに聞いてくれ。よし、周防に戻るぞ。隊長、俺ここで直帰でいい？寄り道したいとこがあるんだけど。今すぐじゃなきゃダメなのか？やぼなこと聞かないで。やれやれ、構わん。好きにしていいぞ。隊長大好き。
のコメントはマスコミ相手のお世辞じゃないぞ。本当によく頑張ったな、ユイト。花火。あら、セト。スメラギのお坊ちゃまか。なんだ感じ悪って。あ、ナオミちゃん。ナギさんに、ユイトさん。あ、ナオミに重ねも。お疲れ。今日か。そっちも新兵の訓練か。そうなの。今年も可愛い子たちが入隊してくれたから頑張らないと。うちのもみんな息がいいぜ。いや、重ねだったな。訓練はどうだった？それなりにやれたと思います。そいつはよかった。重ねちゃん、もしかして。どうしたの、ナオミ。あ、ユイトさん。いえ、あの、怪我はありませんでしたか？え？ああ、うん、おかげさまで。さっき、ヒムカテレビでユイトさんの中継を見ました。初陣とは思えない活躍で、かっこよかったです。え？ありがとう。強化招待のみんな、班長以外は解散でいいわよ。班長は私と一緒に本部へ来てちょうだい。うちも同じだ。班長のみ本部へ行くぞ。あの、重ね。何？俺たちどこかで会ったことはあるかな。一緒に怪異と戦ったわよね。忘れたの？あ、いや、そうじゃなくて。じゃあお姉さんがいるとか。ナオミがいるでしょ。あなた頭でも打ったの？変わってるわね、あなた。でも超能力はまあまあだったと思うわ。頑張って。あ、うん、ありがとう。ねえ、ユイトってランドール姉妹と仲良しなんだね。今ので仲良く見えたなら、花火も相当変わり者だと思うけどな。そうかな。おい、ユイト、先に本部に行ってるぞ。お前はカラスに狙われてるから、外でのおしゃべりはほどほどにな。ユイト、俺もお前と一緒に本部に行くわ。いいよな、ユイト。ナオミちゃんに褒められて。たまたま活躍した場面を見てくれたんだろう。カサネには散々な言われようだったぞ。チームは羨ましいんだよ。俺ももう少し早く駆けつけてたら。かげろうってちょっと自由すぎない？寄り道したいからって自分だけ直帰だなんて。かげろうは。あの。
じ。花火は真面目だよな。ユイトの方が真面目でしょう。うわ、カレントラバース少将だ。バカ、声が大きい。ユイとスメラギ上等兵。え、カラスともに追い回されているらしいな。はい。奴らは季節外れのモスキートと同じだ。無力だがうるさい。逆に利用してやれ。名前が売れれば階級も上がりやすい。瀬戸の隊にいれば実力もつくだろう。せいぜい励むことだ。貴様には期待している。よかったな、ユイト。カレン連隊長はお前が訓練生の頃から才能を見込んでくれていたらしいぞ。え、本当ですか？ああ、セプテントリオンの君一等から期待をかけられているんだ。しっかりやれよ。カレン連隊長からの期待って、兄さん絡みじゃないよな。あの人、そんな人じゃなさそうだもんな。やばい。嬉しくて顔がにやける。それじゃ、すまないが渡るに会って報告を済ませてくれ。俺はちょっとカゲロウの様子を見てくる。カゲロウですか？菊池場に残ったみたいでな、少し気になるんだ。それとナギ、お前菊池場で侵入禁止区域に入ったな。始末書すぐに書いて提出しろよ。すげえな、セプテントリオンのカレンがユイトのこと知ってるなんて。期待しているって本気で見込まれてるじゃない。カレン連隊長のお眼鏡にかなうなんて本当にすごいよ。うん、でも俺志願兵なのにな。やっと来たな。待ちくたびれて出たくないのに出てきちまったぜ。記録するからちゃちゃっと任務の報告をしてくれ。俺も早く仕事終わらせてゲームしたいんだよ。救援信号だ、行かないと。俺も。ナギは始末書書けって言われてたでしょ。だけどユイトは行くんだろ。花火、渡るへの報告を頼む。あとナギの始末書書くの手伝ってやってくれないか。俺は水波川に行ってくる。ユイト、気をつけろよ。嵐が助けを呼ぶなんて相当だぞ。渡るがフォローしてくれるだろう。頼りにしてるよ。ユイト、気をつけてね。ああ、いろいろ頼んで悪いな。ナギのこととか。本当だよ。ちゃんと無事に帰ってきてよね。